マミムメモンサヤカです。テイルズオブベルセリアパート66になります。サブエピソードとかいろいろやって、いよいよ最終決戦の地へ、ミッドガンド領の聖主の御座へ向かおうというところから始めていこうと思います。ここですね。敵とかってか、カノノシは空の上だよ。おお、空、空に何かある。前回なんか出てたね。え、見える？もうちょっと先行ったら見えるのかな。上か、そっか。これ敵変わってる？あ、なんかいろいろびっくりマークあるね。あー、これ上のやつか。あ、ここ乗れないのか。あ、待って、あ、え、これどこ？あった、あ、あったあったあった、全然見なかった。失礼失礼。いや、もうすっかりレアボードの虜ですね。もうナイト、ナイトぐらいな感じですよ。これ飛ばせる？あ、飛ばせないんだ、やっぱ。死神が相手だ。新しいやつだ。気を抜いてください。無理だ、ハイハウ高校熱がなり絶頂乱れよ。ダークネスハウ、つむじげがなり絶頂乱れ。ダークネスハウ、なんじゃ、もう終わりか。よっしゃ、じゃあ戦いながら楽しみながらやっていきますか。なん、あ、わしは弱いのに。でも尻尾にさ、聖主っていうか、あの、タイムシのマークがついてますね。グランドクイックとかも使えるし、これ聖人さんだったりするのかな。どんなことあった。スカンクは嫌ないよな。スカンクはスカンク。ベチリアでネタで私が考えたんじゃないですか。データルフェイン、そこをどけ。ヒッパーキューリンシュ、塔が連なり結晶乱れよ。ダークネスファイル、倒せた。塔が連なり結晶乱れよ。魔王演劇よ、そこよ。増減客やっそこだ。クレイドブライト効果的エンディング、カレイドイグニス合体流線。邪魔するなら始末する。ところで作戦どうなってる？いじったような、いじってないような、大丈夫だ。宝箱はゼロですね。ここから登れるんだっけ。どっかが上からはしごを落としていけなかったような気がするから、多分これは大丈夫なやつかな。登ってる間グレードは止まってくれると。こっちですな。飛ばせない。すぐに済ませるわよ。トロクがなり絶頂乱れよ。無理かな。無理か、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 無後ろ取れるか？取れた。なんとかなるかな。狭い。塔が連なり列車。塔が連なり列車を乱す。いけ。余裕じゃな。あいつ止まるのか。塔が殺す。ありがとう。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルフィン。逃げられると思った。あ、やった、リヴァイアさん。嫉妬の悪魔を模したピアス。へえ。しかし今まだ育て中なのである。ん、精霊さん。お前たちがカノヌシの領域から私たちを解放してくれたのだな。はい、礼を言う。それには及ばないわ。私の都合でやっただけ。まだ邪魔する精霊がいるなら容赦なく食らうわ。待ってくれ。ほとんどの精霊はカノヌシの力で強制的に意志を奪われているだけだ。多くの精霊は汚れの影響を恐れて人間とは距離を置いているが、本来は穏やかな感情を持った者たちなのだ。だよね。だからって。事情は承知の上だ。だが
手加減をすればこっちがやられる。仲間を守りたければ力ずくで俺たちを止めてみせろ。自分の信じる道を進む、意志を持つって、そういうことでしょう。その通りだな。ならば我らも我らの信じる未来を目指そう。星稜は霊力を操作する術式を刻んだ器をカムイの型とすることで、うんうん、人と精霊の力を完全に融合することに成功した、うんうん、彼らはこのカムイの型を神器と呼んでいた。あ、それで神器か。そう、完成した神器の一つだ。なるほど。我々はこの神器とカムイの技術を後世に伝え残そうと思う。何のために。カムイは危険な力だよ。人と精霊の共存のために。人と精霊の共存。現在のカムイは人間が一方的に精霊の力を搾取するものだが、人と精霊が互いの意思を認め合った上で発動するものにできれば、カムイはこの世界にあだなす強大な力と戦うための切り札となる。この世界にあだなす最下の剣士のようなね。いいわ、好きにすればいい。それもまだ見ぬ未来の可能性の一つだ。うん、一つ忠告しておこう。すでにカノヌシのための神器は完成している。この意味はわかるな。ええ、その神器を持つのは同志アルトリウス、そういうことでしょ。未来のためにお前の武運を祈ろう、最下の剣士よ。なるほど、これがじゃあミクリオが持つ読みになるんだね。なんかもうちょっと豪華だったような気がつきなくもないけど、そうなんだ。なんか落としてるけど大丈夫？フェアリー来る？ね、っていうことはさよ、アルドリウスとカノヌシは今まあ認め合ってるって言ったらよくわかんないけど、お互い合意の上がありそうだから、カムイカもなんかこう完璧なものになりそうじゃない？心の試練か。はいはい。ああそうなんだ、人との共存を諦めたやつは確かにね、従う方が楽っていう考え方の人もいるもんね。人間だと一枚岩じゃないもんね。なるほどな、今すごいいい話聞けたな。じゃあ今なんか引いたような。じゃあ反対側に行きましょうか。何言いかけたんだっけな。これどっから降りる？あれどっから降りる？さっきそこで降りれた？あそこの先の封印は前回解いてるから今回は関係ないもんね。封印されてるわけでもないし。ゼッセリアでいうところのさ、ラストダンジョンじゃないですか。ラストダンジョン名はアルトリウスの玉座だったんですけど、ゼッセリアの時は結構ボロボロっていうか、なんか床が崩れてるぐらいな感じだったんで、なんか思い起こせば懐かしい感じもするよね。しかし空にいるとな、どうやって行く？血は？あー、ろくろのやつか、これだよね。セーブしようかな、一応ろくろが入ってなかったから入れてみた。よし、こうレッツゴー。切り替えがありそうだ。ユーマジンさん、切り替えがありそうだ。ウィーク風竜の剣士、うん、こいつがしぐれが切れなかった。容赦しない、消えない傷を、ね、刻んで落ちろ。油断してた、だって2月だもん、さっきベルベット。ダークネスファイブ、捕らえられない。今日が繋がる結晶を乱れよ、ダークネスファイブ。今日が繋がる結晶を乱れよ、ダークネスファング。
層が連なり結晶乱れよ。ダークネスファング層が連なり結晶乱れよ。この太刀筋は乱月流そうこいつは襲撃一刀この距離だ外しはせんゼロの方ハグ層が連なり結晶乱れよ。ダークネスファング離れかけろこいつはどうだリーファーカスタッツ4の方7の方ライガの天に届けブリッドステップ少数ダークネスファングリーファーカスタッツ4の方7の方炎月に影取りミラージ蹂躙しろウィンドランス封じくリーファーカスタッツ4の方襲撃一刀この距離なら外しはせんゼロの方ハグふっ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 あ、ダメだった攻守に大活躍私は負けられないのよ女性しぐれ以外にはこいつ女ね安心してくれ兄貴は俺が切ったよ。うん。おお。見事よ。六郎。え、誰誰誰。今六郎って。お母さんとか。ああ。こいつの正体は先代のしぐれ。ああ先代。俺の母親だ。そうなんだ。そうか。先代しぐれは女だったのか。ね。母親と知って切ったのですか。なぜそういう家系なんだよ、ね、なんか死がどうとかって言ってたよね。そう兄貴も母さんを切ってしぐれの名を継いだ。そうそう切ることでだよね。切られて死んだはずのものがなぜゴーマに。いや奴は精霊だった。そうなん半ばドラゴン化しかかっていた。まあでもそうだよね。では精霊に転生したということか。しかも人間の記憶を残して一部だけとか。そんな都合のいいことがあるのかの。よほど強い思いを抱えていたか。それとも何でもいいさ。こいつの立ち筋は確かに乱月流。母さんの剣だった。へえ。タバサはこのことを知っていたのかな。だとしたらまんまと利用されたわね。一言言わないと気が済まないわ。え、一言言いに行く一言言いに行こうか。じゃあオッケー。うーんでもさ、セリカさんがさ一瞬思い出したようにさ突然記憶を蘇るってこともありそうだけどね。あ、40以上でソウル上限でかいけど40むずいな。40むずいっすよね。あんま40ならんっすね。これがやっと終わってなんかつけようと思って強化したんだけど、あ、これだ。これをつけます。あと何これだけ。そうですね。切り替えがありそうだ。どうしよう。え、すごい今悩んでます。これ何？あ、回復だ。あれ？待って待って、なんじゃどうだわ。疲労って誰だっけ？疲労って誰だ？ちょっと待って、疲労は誰だっけ？ちょっと待ってね。疲労アイゼンかな。あー、これか。力だ。ほら飛び立ってしまうのか。ブレイズスワーム流れ星。左手だ。呪い真の天気だ。こいつ波動型
ブレイズスワーム。始動宣言。エクスプローラー。アップジャー。流れ星。ブレイズスワーム。私に任せて。エクスプローラー。超人。重ねかけろ。山田のブラスター。ブランド。いきなり来い。重ねかけろ。重ねかけろ。ブレイズスワーム。この程度か。よかった。ここまで苦戦させられるとは。いや、そうでもなかったですよ、個人的には。これを見てから行ってみるか。これタバサ追い詰めるの。これは後ろ行けそう。話にならねえな。影すばる。塔が消えない。確かにちょっと早い気がする。なんだ、なんかの冗談か。これ課税証が 10% 減少。猫人毎度にゃ。旅のお買い物ははぐれ猫屋でよろしく。はぐれ猫に。ホワイト亀人じゃないのね。あいつ風邪でもひいて寝てるのか。メイルシオの前にいたよ。むしろ目覚めたと言えるのに。理不尽なこの世の真実に。何それ、なんか心配だな。なら猫人の里に行ってみるといいにゃ。亀人はそこであんたたちを待っているはずにゃ。猫人の里で亀人が出た。ダーク亀人じゃないこれ。そしてはぐれ猫やってさ、前回あのカースランド島にいた子じゃない。領域の加護をしてくれた子。しかしお金がないんよな。とりあえずなんか良さそうなのある。ミスリル系のさ装備がさ、素材がなくって強化もできてないんで、まあ確かに素材用に買いたいっちゃ買いたいけど、いかんせん金がねえ。わし金がないんじゃよ。ダークカメ人か。ダークカメ人か。どうしようかな。前回ってゼスティリアの時相当レベル高かったんですよね。今回もどうなんだろうな。勝てるかな。それはさておき、ちょっとローレスには行きたいですね。ちょっとここ出る時に次どこっていう話とかするかもしれないから、もうちょっとだけ取るね。だって今、あ、そっか、この上に行けばいいんか。ん？どこ？これ星ついてる？あ、はい、こうだ。あ、向こうに行く。あ、なんか真ん中にな、天異人が。あー、前回っていうかデスティリアの時あそこのハテナのところからカースランド島に飛ばされたんだよね。なるほど。じゃああそこに行かない限りは大丈夫そうですね。で、ローグレス行こう。ローグレス、よいしょ。近いけど使っちゃおう。猫人どうしよっかな。すごいストーリー進める気満々だったのに私。猫人の里まで行ったら絶対コンパート終わるな。でもな、ヤッホー。どうやら因縁の相手を倒せたようね。ああ、やっぱり竜の剣士の正体を知ってたのね。俺たちを石返しに利用したのか。いいえ、二十数年前のあの剣は完全に私たちの負けよ。先代しぐれはね、私たちの奇襲を生まれたばかりの赤ん坊を抱いたまま切り抜けたんですもの。へえ、その赤ん坊って、六郎？蘭月の剣士は血も涙もない。
そう思っていたから驚いて、なぜと聞いてしまったの。あの人は返り血に染まった顔で、でもとても優しく微笑みながら言ったわ。この子はいつか自分を切って最強の剣士になるかもしれない大切な子だから守り通すと。そうか、もう名は継がないが先代の願いは受け取った。いろいろ世話になったな。こちらこそ。長年の気がかりが一つ消えたわ。これでよかったのですか、本当に。先代、母さんは厳しい人でな。俺はずっと叱られてばかりだった。だが今度のことで初めて褒められた。嬉しかったよ、俺は。ロクロ、それからシグレが打ち取れなかった理由も分かった。切れなかったんじゃない、切らなかったんだ。親を切る、あの手応えだけは一度味わえば十分だからな。タイマシでもゴーマでも。ああ、多分だけどな。なんかさ、こういう話してる時のロクロめっちゃ良くないですか。蘭月流免許改伝。あれ、さっきのトロフィー何だったんだ。剣にまつわる強敵たちを切り倒した証、ロクロの剣は一つ高みを極めた。いいね、このサムネイル。なんか一個手に入れなかった。もしかして報酬が全部終わったとか、そういうやつ。これだ。すべての講師を借り尽くした証、一つの修羅の道の終焉だって。なるほど、講師終わっちゃったな。お疲れ様でした。え、なに？やっぱエレノアもカードあるんだね。あんたのカードは回収処分になった。あー、そっかそっかそっか。へえ、全然知らずのね。え、サイン書いてあげたの？え、それってサイン書いた方が上がるんかな？なかなか際どい話じゃない？報告しよう。おい、6万4000いいね。これで全部終わったってことよね。いやー、いろいろ倒しましたね。デステリアで見かけたような子もいたり、いなかった子もいたりって感じですか？どうですか？私には分かりません。氷とか見覚えないんだけどな、デステリアで。どうだっけね。デステリアも一応全部倒したと思うんですけど。まあ、倒さないと、何かのイベントが起きなかったんかな。から全部は倒したと思うんですけどね。さて、聖主の御座はこれから行けないんだよね。じゃあちょっとカットしていきたいと思います。よし、じゃあ登るよ。宝箱は復活してない。すごいアングル。おお、見える見える、クラゲみたい。首痛くなりそう。カノヌシがいるはいいが、ちょっと高すぎるぞ。ね、あの高さではグリフォンでも無理そうですね。わしの式神は一人乗りじゃしな。へえ。おそらく悩む必要はないだろう。転移装置的な。あれね、めっちゃ光ってる。ほっほー、転送術とは手回しがいいの。カノヌシが完全覚醒するには私とライフセットがいる。決戦は向こうも望むところってことよ。確かに、こっちだって望むところだよ。そうだね。などとノリで飛び込むでないわ、そこつもの。ちゃんと調べんか。顔かわいい。ごめんなさい。おお、
ここに来て初めてマギルーが正論を言ったな。不吉ね。念のため辺りを調べてみましょう。うん。のほほ、決戦前に頼もしい仲間をディスるとは血も涙もない奴らじゃわ。ね、てかさ、あ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。ろくろってカラバリもらったっけ。なんかみんなすごい赤系統が多くなっちゃった。これ話しかけたらいいっていう感じか。あれ、なんで、あ、アイゼンもあった。ごめん、なんかかぶってますけど、フェニックスさんと。アイゼン、体調は問題ない？ああ、突然どうした。私の汚れの影響あるんじゃないの？おお、そんなことか。重要なことでしょ。そんなことだ。俺はもっと大切なもののためにここにいる。いつかドラゴンになる覚悟を決めて。そうだ、それが100年後か数千後かは俺にもわからんがな。同志との戦いの最中になるかもしれない。かもしれん。そうなったら何とかしろ。できるはずだ、お前たちなら。ええ、やってみせるわ、必ず。なら何も心配はいらん。お前はまっすぐ同志にぶつかればいい。よかったわ、あんたとアイフリード海賊団と手を組めて。たまたま航路が重なっただけだ。じゃあ死神を運んでくれた海と風に感謝しておくわ。めっちゃ感慨深いな。ほんとね、ほんとね。まだ話せる？旅の門、太古に作られた移動の精霊術か。向こう側行ける？行けるのかな。おい、ホイレット。記憶よりはなんかもうちょっとなんか部屋があったような気がするけど、あー、閉まっちゃった。ここね、いやー、ここに座っちゃったらもうもうもうって感じ。すごいね、デステリアとベルセリアの世界。めっちゃ白い。じゃあ引き続きお話ししてこう。逃げるなら今のうちよ。そうはいかん、知ってな通り暇なんでの。初めて会った時は思いもしなかったわ、あんたとこんな付き合いになるなんて。ね、わしもじゃよ。まったくこの世は無情、己の思い通りには9割9分なりません。人はならぬものをなそうとする。七転八倒、愛別陸の苦行の果てに死んでいくんじゃな。私たちは苦しむために生まれてきたのかしら。知らん。じゃが成功が保証されておったら人間は動かん。願いが叶うかどうかわからんから前に進むんじゃ。なるほど。ここでないどこかへ一歩でも前へ。泣いて怒って笑いながら。ベルベットや、きっとこの歩みこそが生きるということなんじゃよ。大丈夫？普通にいいアドバイスしちゃってるわよ。時にはこんな思いもよらんことが起こる。人間も人生もそう捨てたもんではないの。マギルー、ほんとさ、いいこと言うんだよ。マギルーいいこと言うよ。とうとうわしにもどうでもよくないことができてしまったか。何言いたいことじゃて。エレノア、
いよいよですね。めっちゃ緊張してんじゃん。そんなに緊張しているといざって時にミスるわよ。決戦を前に緊張するなという方が無理です。クソ真面目。仕方がないでしょ、それが私なんですから。そうだね。そうね、あんたは変わらない。とんでもなく変わりましたよ。清涼の巡察官だった私がこれから同志と聖書を倒そうって言うんですから。そういう意味じゃないわよ。もちろん分かってますけど、事実ははっきりさせておきたいんです。何しろクソ真面目ですから。だから助かったわ。いいんですか、彩花の剣士が大魔師に感謝なんかして。好きなことをして好きなことを言うのよ、彩花の剣士は。ねえ、なんかベルセリアの最初から思えないこのなんか結束力の高さ。え、ちょっとごめん、こっち行ったらどうなるの。赤くなってて、もし赤くなってるんだったら、いや、戻れるな、これ。そらそうだよね。多分、外に出れちゃう感じで、で、仲間も戻っちゃうのかな。そんな予想を立てて、次は六郎にお話ししていこう。よいしょ、六郎。ついに最強の敵、同志のカムイと切り合いができる、うん、楽しみだな。あんたには恐怖って感情がないのね。いや、怖いさ。昔は負けることが怖かった。だからしぐれに勝てなかったんだ。今のあんたは？今は負けるかもしれない奴から逃げることが怖い。お前と旅をしたおかげでそうなれた。は？私は何もしてないわよ。ああ、俺が勝手に受け取っただけだけど、ありがとな、ベルベット。意味わかんないし、礼なんかいらないわよ。というか、同志との決戦に負けたら確実に死ぬわよ。そうなっても私は謝らないから。俺も謝罪なんていらないさ。勝手に生きてその果てに死ぬ、それが俺だ。ええ、あんたはずっとそうだったわね。おう、そしてこれからもな。いいすな、今自分が生きてるってこと。歩みを止めたらそれは生きてるわっていうわけじゃないもんね。ライフセット、ちょっとこう。フィー、一つあんたに言っておきたいことがあるんだけど。うん、何でも言って。あんたの、あんたの髪ってなんでいつもピョンってなってるの？え？お風呂で髪を洗ったらちゃんと乾かしてる？じゃないと風邪ひくわよ。ちゃんとしてるけどピョンってなっちゃうの？そうなんだ。まあ可愛いからそのままでいいけど。可愛いなんて言われても嬉しくない。本当？じゃあ似合ってる、あんたらしくていいと思うわ。それならいいけど。いいんだ。いいならよかった。まったく、ベルベットにはかなわないよ。ねえ、このさ、このなんかライフセットの言い方も完全に、なんだろう、もう青春思春期の男の子っていう感じがする。ねえ、かわいいって言われたくないよね。でもすごいかわいいよな、かわいいよな。よし、で、あ、これ調べるん？移動する。おお、わあ、なんか RPG の最後って感じする。テイルズっぽい曲流れてきた。どうやら大魔師はいないよね。でもかなりの精霊がいます。カノ主と直接契約した精霊、陪神たちだ。陪神、気をつけろ、奴の力を分け与えられているはずだ。厄介そうね。そうでもないさ、全部切り倒すだけのことだ。下手に手加減するよりも、おお、八刀流カノ主
天空権限ってかっこいいね下手に手を手加減するよりいっそ殺しちゃった方が楽っちゅうやつよね。わーすごー、この世界って丸いの。すごいね、曲が本当にテイルズだわ。とりあえずチャット見ようか。最後の戦いへ。この先に待つのは聖主カノヌシとアルトリウス様。とても奇妙な感じがします。世界を敵に回して神様を切りに行こうなんて、まあまともじゃねえよな。それもそうなのですが、一番驚いているのは自分の中にこんな劇場があったことです。そうね、あんたはこの中でも飛び抜けて頑固で意志が強いと思うわよ。褒め言葉として聞いておきます。そうでもなければライフセットと契約することなどできなかっただろうな。僕がこうやって広い世界で旅ができるのはエレノアのおかげだよ。ありがとう。お礼を言いたいのは私も同じですよ。まったくボーは、このひねくれどもの中によってよくぞここまで素直に育ったの僕もそう思う。自分を褒めてもいいかなって言うようになったじゃないか。ベルベットが名前をくれて、エレノアが器になってくれた。アイゼンとロクローが生き方を教えてくれて、マギルーはいっぱい驚かせて笑わせてくれた。だから僕は今ここにいる。それが嬉しいんだ。そうだね、僕は何かないんで。ふかグリモ先生には古代語を教えてもらって、ビエン風には特にないかな。ビエーン、そうバッド。嘘だよ、ビエン風にはめげないことを教えてもらったと思う。ライフィセット、そうグッドです。さてさて、こっちの盛り上がりに合わせて敵の殺気もぐんと高まってきたようじゃぞ。この先は何があるかわからない。気を抜かずに行くわよ。うん、頑張ろうねみんな。同志アルトリウスが待つ最深部を目指そうというわけで、わーい、めっちゃラストダンジョンです、この多さあ、これどうしようか。クリア後って多分隠しダンジョンあると思うんで、その時にやろうかな。ちょっと今クリアしたいっていうか、その先に進みたい欲があるんで。準備はいいわね。気分のまま行きましょう。さっきと一緒。シソー天眼、空の衣用の強力の駅メッセントブレカレイドイブリッグ。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。あ、ウェイストレスメイヘン。へい、ロクロの空場にあるのかどうか調べんな。セジタ頭が振動ないと。一瞬で沈んだ分幸福だったな。死んだ方がマシな痛みってあるわね。おお、今これ見るとちょっと変わって見えますね。今見るとやっぱ料理もね、ちょっといろいろ冒険したいんですよね。結局まだ調べてなくって、ネタバレが怖いから変な。パフェ、パフェか。料理当番、責任を持って担当します。で、ビジュアルのロクロ空張りある。空張りもらあった。おお、こんないいでも普通の人になっちゃったけど普通の人になっちゃった。こっちは？あれか。うわ、そうだった。この昆虫ちょっとつもうしんだった。とあれ欲しい。地層命がいらないようだな。巨人は捕らえられない。カレイドイブリッグ。スリッパー捕らえられない。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方ハク。片付いたみたいに行くわよ。
刀の錆にしてやるぜ。こいつはどうだ。無印多いなぁ。なんか根拠は石持ってる。あの石を取ってきてんのか。かわいい。容赦しない。消えない傷を刻んで走ろう。ディーサルペイン。倒せた。表面輝き熱戦とぐれカレイドイグニス。勝負ありだな。ロクロ個性が死んじゃった。何しようと思ったんだっけ。そうアイゼン、ちょっとあそっか BG、 あでもちょっとアイゼン下げようかな。これは重なるかな。大丈夫かな。ほい、行くよ行くよ。容赦しない。一撃じゃ生ぬるい。絶破滅衝撃水よ。表面輝き熱戦たぐれカレイドイグニス。まだいる。何の問題もありませんね。あ、終わりましたね。アッパドリングってなんだっけ。あ、これか。アダマンブレードが終わってこのままでいいか。オッケー。刀の錆にしてやるぜ。お金いくらぐらいもらってんだろう。まあまあですね。そっちもね。ねえ、なんかこのさ終盤になってみるとさ、突然なんかこうみんなの表情が尊く感じるんですが、ですが尊いのだが。僕も戦う。食材の天使、奥義に弱い。奥義に弱いんか。厳しいなこれ。初めて使った。このラビッシュゴーストってなんだっけ。あ、4番目か。ミラージュベイルが無敵になるんか。何に当たったんですかね。覚悟もなしに立ちふさがるな。油断は禁物だぞ。あ、待って、これあれだった。ダメだった。列車を乱れよ。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。容赦しない。一撃じゃ生ぬるい。すごいね。絶破滅衝撃。マジコンピューターのベルメットが強すぎるんですけど。熱戦たぐれカレーパンが守る。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。ダークネスファング。えらい上にいるけど。みんな当たってる。塔が連なり熱唱乱れよ。ダークネスファング。もう大丈夫。あ、レイランサーだって。やったぜ。はあ、やば。なんかどうしよう。なんかつけようかな。マスタースキル系のやつ。マスタースキル系でいいやつって 10%。
10% ぐらいしかないよね。これは何？めっちゃ綺麗。まあでもこれを触るんだろうね。真ん中側だって灰色だもの。カノナシの紋章になった。うん、解放されましたね。ははーん、いざ参る。つむじ月下に力がない。別所を乱れよ。ダークネスファング。今日が知らない。別所を乱れよ。ダークネスファング。シェイドブライト襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。表面輝き熱戦とぐれ。パレードイングリス。塔が連なり熱唱乱れよ。ダークネスファング。レーソン戦線。塔が連なり熱唱乱れよ。ダークネスファング。塔が連なり熱唱乱れよ。ダークネスファング。百国まとれ。シェイドブライト。パレードイングリス。やれやれね。よっしゃ、次の階層に行こう。シュピンって言って、え？これまだ 1？ まだ1ですね。把握しました。隣があれで、え？セーブがあって、セーブしとっか。新しくしよう。で、こっちは？錠剤洗浄。そうですね。決勝見られればダークネスファング。塔が連なり熱唱。ニャフー。塔容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。塔が連なり熱唱乱れよ。ダークネスファング。表面の空気熱戦とぐれ。カレイドイングリス。表面輝き熱戦とぐれ。カレイドイングリス。おわち、僕が守る。表面輝き熱戦とぐれ。カレイドイグニス。マジ？万難配信。あー、これかー、やだな。これはちょっとわし逃げますわ。このタイプはね、非常に嫌いですね。死に際、ブラストゲージが、なんか全方向かなんかに一気に片付ける。一気に効くやつだ。あれは待って、逃げたからあれだわ。肩をつけるぞ。ストーンエッジプリジェクトファン。大地を震え震えて走る。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの肩吐く。芝居だ。増減客高画中高画面。希望よ転じて繋ぎ呪しを上げろ。鎧の来い。捕らえられまい。どうやんだ。自分にターゲットしていいか分からん。これ捕らえられまい。好きにさせん。重ねてターゲットしてんの。そういうの。風の刃を斬滅しろ。エアスラスト。風の刃を襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。風の刃を槍の扱いは難しいと聞くが。長年修行しましたから。長年ね。これ好き。やった。格も授けてくれる。なんかいよいよやっぱりこういうのがいいなって。てかよく見たら槍めっちゃ今綺麗だった。いいのこれ。エレノア巻き込んでも知らんぞ。
このね、天王魚が売ったらね、3万円するんですよ。おいしい。このあれで行くと左上が一番最初に行った方がいい感じかね。僕も戦う。ロークの上に輝き10センパレードイグニス。ソロ表面輝き10センパカレードイグニス。表面輝き10センパカレードイグニス。塔が連なりです。こっち向いてた。表面輝き10センパカレードイグニス。眠くなってきた、やば。やれやれね。命がいらないようだな。なんだろうと思って近づいただけなんだけど。ボイドラクだ。ボイドラクだ。勝負ありだな。ミスリルブーツとか手に入るね。いいね、嬉しいね。待って、それはどうだろう。それはどうだろう。マジで言ってんの。準備はいいわね。今どうなった。危ないって言ってないから大丈夫。表面輝き熱戦タグレカレイドイグニス襲撃一刀。この距離だ。楽しませんゼロだ。ハグ表面輝き熱戦タグレカレイドイグニス。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。あなたかまだいる。ダークネスファング。つむじ結果気にさせん。勝負ありだな。さーてどう。これが段差が違うんだね。ここって猫ボックスあんのかな。こっちが宝箱か。一気に片付ける。表面輝き熱戦タグレ、カレイドイグニス。逃がしたよ。表面輝き熱戦タグレ、カレイドイグニス。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。ディーサルペイン。邪魔よ、そこいつ。表面輝き熱戦タグレ、カレイドイグニス。あなたか。重ねかけろ。捕らえられまい。捕らえられまい。熱戦タグレ、カレイドイグニス。やった。ミラージンハーカロ。表面輝き熱戦タグレ、カレイドイグニス。これ以上僕を怒らせないで。怒りっぽいのは良くないぞ。あ、うん。たまにはカッコつけさせてやれ。これも好き。これも好き。やっぱベルベットいたらあれよね。そんなにわしと一緒がいいのかい。この4人ちょっと珍しいかな。どうかな。ソウルボトルでかいね。死神が相手だ。重圧服だけ。重圧服だ。アクアスパイス。重圧服だけ。ジルクラッカー。ほら、ジルクラッカー。ジルクラッカー。ジルクラッカー。誰も。風神拳。重圧服だけ。ジルクラッカー。重圧服だけ。ジルクラッカー。重圧だけ。マギルーがね、活躍できない感じなんだよね、ここら辺のモンスターって。重圧だけ、ジルクラッカー。重圧だけ、ジルクラッカー。風神拳、捕らえられない。重圧だけ、ジルクラッカー。引き上げるな。なんで捕らえ。この拳、止められはしない。ピアスは他にいっぱいあった気がするから、
リヴァイアさん、こっちがブレイクソウルジなんちゃらで、あー水属性攻撃か、あったらいいよな。このパートどうしようかな、フルでラスダンやるかどうか悩むな。どかないと死ぬぞ。今日の動きに捨てたくカレイドイングリス、クラウド、こいつは表面輝き熱戦、表面輝き熱戦タグレカレイドイングリス、表面輝き熱戦タグレカレイドイングリス、表面輝き熱戦タグレカレイドイングリス、覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな、ウェイストレスメイヘン、表面輝き熱戦タグレカレイドイグニス、表面輝き熱戦タグレカレイドイグニス、うん、もう大丈夫、ここは飛ぶ、飛べるの私は飛べないです。おおほー、ははん、刀の錆にしてやるぜ、表面輝き熱戦カレイドイグニス、カイの瞬き、アクアスペイカーが連なり列車を乱れよ、ダークネスファング、塔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 が連なり列車を乱れよ、ダーク、塔が連なり列車を乱れよ、ダークネスファング、塔が連なり列車を乱れよ、ダークネスファング、襲撃一刀、この距離なら外しません、ゼロの方吐く、塔が連なり列車を乱れよ、覚悟もなしに立ちふさがるな。ここに降りる。どかないと死ぬぞ。漆黒渦巻きなんでこらえよ。ボイロール。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。アクアスペイク。表面輝く熱戦タグレ。カレイドイグニス。片手かけろ。めっちゃ落とされる。塔が連なり列車を乱れよ、ダークネスファング、表面輝き熱戦、覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな、ウェイストレスメイヘン、足も大やういのか、フラットオール、フラットオール、あいつら百国待たれ、ケメバキ四の重ねかけろ、表面輝き熱戦たぐれ、頭がいいですね、ウォッチブレイジング、待って死んじゃうから待って、助けてー、助けてー、カイ瞬け、二人ともかっこいい、俺のようにはなるな、アイゼンのようにはならなくていいぞ大人組もいいな、この二人に、待って、これどういう感じなんだろう、どっちかがあの左上に行きそうだな、とりあえずこっち側行ってみようか、ブレードボーナスはどっちでもいいや、行き止まり、ん、何これ何捧げる系これ、はい、は、霊玉、黄昏の霊玉、八刀流カノヌシで手に入れた琥珀色の宝玉、宝玉からは非常に強い霊力が感じられる、台座にはめる系ですかね、じゃあこっち行こう、この宝箱が開いてるのは、さっき開けたか、
ネコスピアどうしようかねと言いながら行く。油断するでないぞ。表面輝き熱戦隠れ、カレイドイグニス。表面輝き熱戦隠れ、カレイドイグニス。ブレイズスワー、カレイドイグニス。もう大丈夫？もうこんな3人とも3匹とも一瞬の場所にいたら餌食ですよ。これを起動する。起動したら、どっかの何かが発動した。そしてわしは目の前のあそこに行く。解放された。あーなるほど、使うことによって解放されたんだ。で、多分左上に行ったんだろうね。反対側に出てきたんだこれ。なの、うぶないよー。こいつはどうだ。やばのかよ。レイジンとブレカレイドイグニス。塔が連なり列車を乱れよ。ダークネスファング。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。カレイドイグニス。まだいる。そろそろキャラ変えようか。ま、こんなもんじゃろう。でも無属性でね、できるのでかいよね。ライフセット水以外だったらあらかた対応できるからな。死神が相手だ。まあ水もあるんだけど、私はちょっと使いにくい。避けるのが相変わらず遅い。次だ。7の型5の型4の型。塔が連なり列車を乱れよ。捕らえられない。重ねかけろ。見せるか。カレイドイグニス。やった。俺の勝ちだな。でこっちが起動してなくって、多分左下の方がさっき解放した方で、お、びっくりした。準備はできてるぞ。俺はセイハーカッサン。あそこに行ったらまた反対側が発動するんだろうね。私もいいな。ゼロの型襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの型ハク。下手したらベルベットが一番使ってない可能性あるよね。もう頼んでるから大丈夫だ。かっこいいよね。この剣からは逃れられない。足からもな、腕からもな、伸びきった髪の毛からもな。ちゃかすなってこと。もうアイゼンが無用に乗ってくれるのが本当嬉しい。遊び人よな。竜の頭をかたどった。見た目があるから楽しみだな。おお、かっこいいかっこいい。今の服にもめっちゃ似合ってるし、そしてめっちゃいいじゃん。あはん。さーてやるかな。そうかなり熱唱しられよ。ダークネスファング。間違えてるな。待って。ベルベット。行きたいですか。草原客ギャレイライダー。ガンダムの最新ブーツだ。ラインボックス影スバル。の衣よ幻惑しろ。ティエレイ客そこだ。クマイスクス全砲が中逃がしはしない。デッカボリザード全砲が中影スバル。そこだ。クマイスクス
逃しはしない。ヤマダメ。ま、こんなもんじゃろう。めっちゃ重なるよこれ。切り替えがありそうだ。切り替えあるかな。だよね、だよね。この距離なら外しはせん。ゼロの方吐く。なんかマニュアルの方がいいかな。やられるわけにはいかない。いや長かった。さて、左、右、悩むなこれ。右、いや左だな。あはなるほど。そう、明確なこのいけない予感を出してくれるのはありがたい。ああ、こっちがあれね、飛べるやつ。そしてあそこに攻撃的なやつがあると。色は違うね。4種のあれを手に入れるのかな。さっき黄昏で、黄昏が黄色っていうこと。向こうはまだ行けないと思うからこっち行こう。で反対側に出てきたと。でっていうっていう感はあるけど、あそこ、え？真ん中行けるようになってる？あ、真ん中行けるようになってる。中を解放した時が真ん中だった。ここはまだだもんね。明らかに光ってない。地層上ちいな。これさっきのところ行けなかったところ。そ
早々に肩をつけるがどうなるかだよね。行ったり来たりするステージなんか。ま、こんなもんじゃろう。うん、というわけで今回のパートはここまでで、あ、いや光ってない、これ光ってない。なるほど、ちょっと待って、これをなんか起動するかなんかまではやりたいね。じゃあここから来てもう一回下行く。右にもう一回行ってみて。話にならねえな。この距離なら外しはせん。ゼロの方、吐く。衝撃客、シートを全然。ちょっと待って、マニュアルジャブ戦略する。高火線、レンガ、潮流客、空砲、絶衝撃、爆笑ゲーム。まさに蝶のように舞い蜂のように刺し、それ続くのか。この4人この4人よ。どっちがレコン、右がレコンか。やっぱこれ起動して、こっちに行ってないってこと、つまり上、左上のあそこから来た。話にならねえな。マジか。白国まどれ、セイドブライト、鎧の塔が連なり熱唱乱れよ、ダークネスハンド。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、次はどれでしょう。レース解放、肌なす者に秩序をもたらせ、バインドオーダー。力の使い方間違えないようにしないと。ん、今何もらった、なんか終わったとかそういう感じじゃなかったよね。違うやん。え、混乱してきたんですけど。今次こっち行ってみるよ。あれ、これって一番最初に来たところじゃない。混乱が過ぎるのだが混乱が過ぎるのだが、ここはじゃあ完璧に違う。あれ、ひったから来たんだっけ。そっか、そうだよね、そらそうだわ、失礼しました、そらそうでした。つか、熱っ。てか今何になってる。疲労だよね、疲労効果軽減で疲労になってんだよね。ボケボケだったところからのもう一回再チャレンジ。話にならねえな。ヤバだな、熱唱乱れよ、ダークネスハンド。表面化が起き、熱戦隠れ、カレイドイーグニス、エクスプローラス。
ブレイジングセンタブレカレイドイグニス、エクスプローセンタブレカレイドイグニス。なんじゃ、もう終わりか。このメンバーないんかね、絡みにくいか。了解です、みんな頑張りましょう。でもこっちは地層なんだよね、絶対に行けなくって。あれはき、ん？これ触っ、あれ触ってないの？あ、待って、あれって飛べるのか、飛べるっぽいぞ。あれだあれだ、なんかね、確かに通った時にあれは地層の反対側なんかなって悩んでたんですけど、そうか、なるほどな、行くべきだった。一瞬でもうんって思ったことって大事だ。オッケー、これで左上か、あ、そっちね。オッケー、これですっきりと。ねえ、めっちゃ早いんだけど。塔が連なり列車を乱れよ、ダークネスファング。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな、ウェイストレスメイヘン。塔が連なり列車を乱れよ、ダークネスファング。やった、怪我はないようですね。よし、じゃあ今回のパートはここまでにしますか。長そうだダンジョン。はい、まだ全然左ですからね。途中でなんかイベントがあるっぽいけどね、次回ここまで行けたらいいねっていう話ですね。はい、ではここまで見てくださってありがとうございました。またねー。